創作役チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日は8月の18日土曜日なんですけど、今日はですねこの愛車エクストレイルの2回目の車検の日なんで、これから車をディーラーに預けに行きたいと思います。まあ代車が何に来るかちょっと楽しみですけどね。まあ代車っていうと、まあディーラーが次に買ってほしい車とか、まあ気の利いたディーラーは回してくれるのかもしれないですけど、まあ基本うちのディーラーは試乗車とか、まあ基本的に軽自動車の代車が多いですよね。でまあこのエクストレイルの1回目の車検の代車もやっぱり軽自動車だったんですけど、まあ日産デイズの確か特別使用車だったかなと思うんですけど、アイドリングストップがついてる車で、まあ、アイドリングストップは燃費的に優れてはいるんでしょうけど、やっぱり、まあ、初めて乗ったんで、まあ、信号で停車するたんびにエンジンが切れて、でアクセル踏んだ瞬間にこうエンジンがかかるっていう感じなんですけど、やっぱりちょっと普通の車と比べてやっぱり気分的にはワンテンポ遅れてるような感じがしちゃうんですよね。そのアイドリングストップのなんか挙動に全く慣れないまんま車を返したっていう感じなんですけど、果たして今回は何が大事で来るのか楽しみですね。はい、というわけでディーラーから出てきました。今回の代車はですねセレナの S ハイブリッドです。まあさすがに E パワーではなかったんですけど、まあ、現行車種のセレナですね。エクストレイルと一緒で目線は非常に高いので運転はしやすいんですけど、ちょっとシートが自分の体格にはあってってないような感じですね。まあ、シートの方がちょっと小さい感じがします。まあ、目線は高いんですけど、まあ、エクストレイルみたいに、ボンネットが出っ張ってないのでちょっと前方の見切りがあまりよろしくない感じです。トランスミッションは多分エクストレイルと同じ CVT だと思うんですけど、アイドリングストップがついてるので発進するときは若干、ほんの若干ですけど、ワンテンポ遅れるような感覚はあります。
というわけで帰ってきました、まあ、セレナなんですけど、まあ、非常に運転しやすい車ではあるんですが、ただまあ S ハイブリッドの機能であるその発進加速の時の補助なんですけど、むしろその発進加速の時の方が非力に感じてしまって、前を走ってる、まあ、ガソリン車にちょっと置いてかれるような感じを受けるんですけど、走り出してしまえば本当にこう滑らかにスーッと気持ちよく走りますね。坂道なんかでもまあそんなに回転数上げなくてもこうスーッと上がっていく感じなんで、まあ、これはまあタイヤがブリヂストンのエコピアを入ってるんですけど、そのタイヤのまあ恩恵が大きいんじゃないかなと思います、まあ、で前にちょっと見切りが悪いっていうような話をしてたと思うんですけども、まあ、一応車にはソナーがついてて、まあ、車の周囲にこう障害物があるとこうピッ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 っていうような注意を促す音が鳴ってます。なのでまあ見切りの悪さはそれでちょっとまあ補われてるんじゃないかなと思います、まあ、今回この車次買ってくれっていうわけで、代車になったわけじゃないとは思うんですけど、まあセレナ買うか買わないかで言ったらまあ、買わないでしょう、まあ、今の車で、全然不満な点はないので、まあ、次の車検を通すかどうかはちょっと分かりませんけど、まああと2年は乗るでしょうね。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。